今回は F1 界における超大物の遺跡について考えてみました。若年化とともに高齢化も加速している F1 の世界ではそれがネックになるかもしれません。各チーム首脳陣の年齢、今シーズンの全チーム代表の現在の年齢がこちらです。最年長は揺れに揺れているアルピーヌのブルーノ・ファミンの60歳となっています。しかし彼は暫定的なチーム代表なので全チームの平均年齢を見る上では除外できると言えます。彼を除外したチーム代表の平均年齢は 49.8 歳となっています。ここ数年、特に中団から下位チームにおいてチーム代表が変わることが多くなっていますが、トップチームになればなるほどあまり変わることはないため年々高齢化していく流れになっています。ではマシンを作り上げるデザイナー、テクニカルディレクターはどうなのでしょうか。主なテクニカルディレクターの年齢がこちらです。マクラーレンのロブ・マーシャル、ウィリアムズのパッド・フライが60歳以上となっており、レッドブルのエイドリアン・ニューウェイが最高齢の65歳となっています。4月27日に81歳になったヘルムート・マルコがまだまだ元気だということを考えると、10歳以上年下で現在65歳のニューウェイもまだまだやれると錯覚してしまいます。しかし年齢的な理由ではないにせよ、昨年は67歳でアルファタオリのトストさんが一線を退いているので、同年代のニューウェイもまだまだやれると感じていますが、どんな決断を下しても不思議ではないのです。ニューウェイが嫌うもの、優勝請負人と言われる空力の奇才エイドリアン・ニューウェイはこれまで数多くの F1 チームを渡り歩き、光り輝くような素晴らしい成績を残し続けてきました。それと同時に所属チームのやり方に嫌気がさし、チームを転々としてきたことも事実です。タイトルを獲得したヒルを解雇したウィリアムズ、マクラーレンの政治的な動きを嫌ったこともあり、今回のホーナーの女性に対する不適切行為も彼にとっては同じような出来事と言えるでしょう。レッドブルのチーム代表を務めるホーナーは当然ながらそれを把握しており、これまではニューウェイに仕事をしやすい環境を提供してきた中心人物といえます。その功績は結果として現れていますが、レッドブル創設者のマテシーツの死後、ホーナーは変わってしまったのです。現状タイの創設者をバックにつけているホーナーには白判定が下され、全てのレースにも普通に帯同しています。これが本当に白であるなら、ニューウェイは何も問題なくチームに残留すると思われますが、内部で働く彼は何かをつかみ感じ取っているのでしょう。つまり現状のレッドブルに対し、すでにニューウェイは居心地の悪さを感じ、そこには契約期間を前倒ししてまでも離脱する理由ができたと言えるのです。ニューウェイの今後、レッドブルとニューウェイには2025年までの契約があります。ホーナーが内紛を起こさなければニューウェイのやる気も維持され、苦戦が予想される2026年以降もドライバーのマックスにより意外と戦えるマシーンになったかもしれません。しかし現状はニューウェイ、そしてマルコ博士、マックス親子の離脱が現実のものになろうとしています。レッドブルのマシンはニューウェイよりもピエール・ワシェの功績だという声もあります。現在49歳のワシェを同年代で50歳のホーナーが買っており、ニューウェイの離脱の影響は少ないと感じているかもしれません。長年ニューウェイの仕事を間近で見てきたダン・ファローズはアストン・マーティンを上に押し上げていますが、それでもまだ勝てるマシンに到達していないことを考えると、完全にワシェが作り出すマシンもどうなるかは未知数です。こればかりは実際にニューウェイが離脱してから2、3年経たないと答えは出ないかもしれませんね。ニューウェイはすでにチームに離脱したい旨を伝えているとも報じられており、すでに気持ちはレッドブルにはないのかもしれません。そうなるとニューウェイの移籍先は現実的に3つに絞られます。これまで何度も誘ってきたフェラーリ、王座奪還を目論むメルセデス、そしてホンダを手にしたアストン・マーティンです。どのチームにも可能性はあると言えますが、個人的にはフェラーリはないと感じています。ニューウェイはハミルトンと仕事をしてみたいと語っており、
フェラーリに移籍すればそれが実現できますが、65歳のニューウェイが何かと騒々しいイタリアに引っ越すことはないと感じます。フェラーリは俺たちの総本山とも言えるので、ニューウェイとハミルトンでもタイトル獲得は難しいかもしれません。そうなった時のイタリアメディアからのバッシングをニューウェイは嫌うと予想します。そして精力的にマックスを勧誘しているメルセデスです。ハミルトンの抜けた穴を埋めることができるのは現状ではマックスかアロンソしかないと思います。アロンソがアストンマーティンと複数年契約を交わしたことで、メルセデスは水面下でマックス獲得に全勢力を投じていると思います。マックスと共にニューウェイがメルセデスに移籍するのが一番自然な流れと言えるでしょう。そしてニューウェイが満足しているホンダを獲得したアストンマーティンです。噂ではアストンマーティンはニューウェイに対し今の年俸の10倍の報酬を提示したと言われていますが、彼らはニューウェイがお金だけで動かないことも十分理解しているでしょう。新たにファクトリーを建設し、ニューウェイはアストンマーティンの市販車にも関わってきたので、間違いなく魅力を感じているはずです。そんなアストンマーティンに対し、ニューウェイが懸念しているのは、もしかしたらドラ息子の存在かもしれません。私たちの一般社会でもそうですが、オーナー企業の親族会社は、どんなに平等、公平を謳っていても、そこで働いている社員は必ずどこかに違和感を感じ始めるのと同じで、現状のアストンマーティンにも同じ空気が流れているでしょう。先日のランスの接触をチームが全力で擁護しているのを見ると違和感しかありません。もしかしたらアストンマーティンがランスを擁護すればするほどニューウェイ獲得が遠のくような気がしています。そしてレッドブルとニューウェイの契約にはガーデニング休暇などの条項があるとされており、ニューウェイは早くても2027年からしか他チームでは働けないとも言われています。そうなるとニューウェイの実力が発揮されるのは早くても2028年型マシンからということになります。その時ニューウェイは70歳を迎えることになるので、現在と同じような動き、仕事はできないかもしれません。完全なる在宅ワークでもニューウェイは実力を発揮すると感じていますが、あとは本人のモチベーション次第かもしれません。この長期のガーデニング休暇がなければメルセデスかアストンマーティンに移籍すると感じていますが、これが問題となりニューウェイは長い F1 生活に別れを告げる可能性も十分考えられます。一番自然な流れは一度アストンマーティンやメルセデスの市販車部門での仕事につき、ガーデニング休暇後に F1 に復帰することでしょうか。しかし F1 復帰後もニューウェイが満足するチーム体制ができていない可能性もあるので、もしかしたら現在のレッドブルのマシンがエイドリアン・ニューウェイの最後の傑作になる可能性も秘めているでしょう。この原因を作ったとされているホーナーは F1 界の重鎮からモチベーションを奪い、彼の活躍の場を奪おうとしているのです。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。みんな明日も頑張れ。